いらっしゃい。おはようキャン。いやー、忙しいのに呼び出してごめんね。おお、いえいえ、全然大丈夫です。今日はどうしたんですか？実は、ケンさんにしか頼めないことがあるんですよ。はい、何でしょう？ラーメンが食べたい。え？あ、はい。いや、実は小麦アレルギーなんですよ、ミゴは。だからラーメンって毒物、激薬、アレルギーパンチ、ま、とにかく食べれない。でも食べたい。あー、確かにラーメンは小麦粉を使いますからね。そこで喫茶ユゴス新メニューついでに、ミゴの欲望を満たすグルテンフリーラーメンを作ろうかなって思って。あー、欲望を満たすラーメンですか？とはいえ、新メニュー開発はすごく大変なんだよ。だから今回はケンさんにも協力してもらってラーメン作ろうかな。いらっしゃい。自己紹介してもらえますか？サラメです。今日はなんかよくわかんないけど来ました。キサーです。今日は同じく寿司は結果です。バイトです。さっきポテトとポップコーン食べたけどちゃんとお腹は空いてます。今回ね、このメンバーに集まってもらったのは理由なんですけど、私小麦アレルギーなんですよ。スープははい、ということで私たちの合作です。2人で作ったラーメンを3人に試食していただくということですね。味にはうるさいで、まあ、そこは素直な感想を言っていただいて、味を確認せずに試食を出すという感じですね。そういうことですね。なるほど。ちなみにお互い何の麺を作るのか、何のスープを作るのか、ろくな打ち合わせをしてますけど、で、この喫茶屋がメニューになるかもしれない、はい、美味しかったら新メニューも加えますね、はいはい、ということです。次の時代です。はい、というわけでね、あの、ぜひ、あの、味噌煮をして、味噌煮、違うな、バスゲームは違うな、なんですかね、これ。すげえ、不安ね、そんなだな。ああ、そうっす。あ、まあ、危険だね。こちら、喫茶ユゴスでラーメンを出してもらいました、はい、注文してから2時間、大変熱のこもったラーメンが出てきてございます、はい、見た目すごい良くて、匂いも香ばしくて名店の香りが漂ってます。早速、いただきましょう。あれ麺がいただきます。うん、スープ美味しい。あ、麺はあれだけど、スープ美味しい。もう時間が経ってるからか、すごい水分がなんか、ダマになった、ね、そう、丸くなってる。普通にスープうまいんだよね。麺は、そうですね、ちょっとダマになってるのと、別に味は嫌いじゃないから、この食感が改善されれば全然僕はいけるんですけど、いや、鶏うめえな、飛びだわ。鶏マジでうまいのよ。はっきり言っていい、これ、はい、まずい。